久保さんなかなかみんなやっぱねやれないっすよねまあ今回は人生のギャンブルは何度もできないですね人生のギャンブルはまあ僕にとって鹿児島行きはギャンブルでしたねうんまあもちろんその失敗もするだろうしうまくいかなかったかもしれないですし まあいろんなことがありましたよ。いろんなことがあって苦悩もあったけど、まああの時勝負してなかったら、今こうやって久保さんとやり取りしてないし、まあまだ東京で会社で泊まり込みしてたんじゃないかなと思います。<laughs> うん、まああの時僕は真剣に考えて思ったのが、うん、やっぱり時間なんですよね。うん、やっぱ10年以上ね、 もう本当に会社に泊まって仕事してる思い出しかないので、振り返って。本当にそれしかないですね。それぐらいやったんで、うん、まあ、だから自分でやっちゃうからね、人を動かせなかったっていうのは、あもう、まあ、それに尽きるんですけど、うん、まあ、本当ね、時間に一番価値があると思いますよ。うん、だから飛び込もうと思っても、 今飛び込まないんだったら、飛び込もうと思ってる時の今飛び込めないんだったら、うん、時間を過ぎ去るだけですね。その今日の一瞬が。今日熱く思ったのに。もちろんね、悩むし考えるし、いろいろ悩みましたね、僕も。鹿児島行きはいや。でも、時間ですよね。うん もうここで行かなかったら、まあ多分ずっと。また、あ、が先が見えたっていうのもある、うん、まああるっちゃありますね。僕の性格上、やっぱり人使えなかったし、まあずっと言われ続けてきましたけどね。うん。そう。まあギャンブルってね、あのやらない方がいいかもしれないですけども、やれなくなる日が来るよと。うん。 飛び,か飛び込めなくなる日が来るよとそれでも飛び込まないのか飛び込むのかそれは自分次第だとは思いますけど僕は自分の意思でうん飛び込んだであるならば僕がその鹿児島行き決めた時に思ったのが自分の意思でねこれで行ってみてダメだったらまあ後,後悔はあんまりしないかなと、まあ、するかもしれないけども 自分で決めたことだから、ダメだったら、また働けばいいかなと。どっか就職、まあ、バイトするなり、なんか、な,な,なんか、やるしかないなと思ってね。あのー、やりましたけどうーん。まあでもね、振り返ると、じゃあ今できるかっていうと、今できないですね。あん時だからできたっていうのはありますよね。うんいや、本当思います。 あの時だからできたなと思いますね。だって今年僕39になりますけど、どうなんだろうな三39で一人で鹿児島行くっていうのは、うん、まあ今はちょっと分かんないですね。まあその状況になってみないと分かんないですけどうん、もちろん辞めなかったら辞めなかったで、向こうの人生はあったと思いますけど、うん何なんですかね、まあ何が正しいのか分かんないんで、正しくしていく。 自分の選択をできるだけ正しくしていくために努力していくしかないんじゃないですかね。うーん、まあ、それしかないと思いますよ。ただ、人に、うーん、人とか周りとか、うん他人とか、うーんそれそ、その、何やろうな、やっぱ最終的に自分の意思で人生を歩いてるのかっていうのは大事だと思いますね。うーん やっぱ自己責任ですよねそれができるかできないかいってらっしゃい